カラなどの白身魚のフライに棒状のポテトフライを添えたもの。イングランドではファストフードとして親しまれ国民食の長い歴史がある。バタードフィッシュと呼ばれる場合もあり、日本語では魚のフライとジャガイモの唐揚げと表記されることもある。調理用のフライヤースクラップスとチップスコッドを使ったフィッシュチップスフライにされる魚は基本的に白身魚であり、 ハドックやコッドなどのタラ類、プレースなどのカレーを氷類が使われる。また、シュリンプやロブスターが食材に使われる場合もあり、低湿地であるフェンランドでは、うなぎがフライの材料に使われる。魚のサイズには通常ミディアムとラージの2種があり、ミディアムを注文するとおよそ長さ20センチ、幅10センチ、厚さ3センチの切り身が調理される。 魚につける衣は小麦粉を卵や水で溶いたものである。小麦粉を水で溶いた生地に色合いをつけるために少量の重曹と酢を入れるのが伝統的であり、重曹と酢が加えられた生地には泡が立っている。苦味と食感を加えるためにビールを入れたり、パンケーキやヨークシャープディングの生地のレシピを若干変えたものを衣にしたりと、レシピは店によって異なる。 ビールに含まれる二酸化炭素の働きによって生地は明るい大々褐色に変化する。ビールの種類によって生地の風味も変化し、ラガーを使用する店もあれば、スタウトやビターを使用する店もある。生地に含まれるアルコール分は調理中に飛ばされるため、出来上がったフィッシュチップスにアルコール分はほとんど含まれていない。 魚のフライを作る過程で生まれた衣のかけらは、スクラップスと呼ばれ、チップスと共に提供される。伝統的に、フィッシュチップスの店でスクラップスは、無料で提供されていた。イングランド北部では今なおビッツは、人気があり、しばしば客の子供たちに振る舞われる。フィッシュチップスにつく、チップスは、いわゆるポテトチップスのことではなく、 フライドポテトのイギリスでの呼び名である。アメリカ合衆国資本のファーストフードチェーンで出されるフライドポテトに比べてイギリスのチップスは太い。食用油が浸透するのはフライドポテトの比較的浅い部位に止まりフライドポテトに含まれる脂肪分は表面積に比例する。チップスの表面積の割合はフレンチフライに比べて小さいため ポテトの総重量が同じであれば、含まれる脂肪分が比較的少なくなる。また、チップスはフレンチフライよりも長い調理時間を要する。伝統的にはヘッドやラードが使用されていたが、現在ではピーナッツ油などの植物油が主流である。しかし、イングランド北部とスコットランドの少数の店、及び北アイルランドの多くの店では、未だに、 ラードが使用されている。ラードは料理に独特の風味を与えるが、反面ベジタリアンや肉食、豚肉を忌避する宗教の信者からは敬遠される。また、イギリスでは、フィッシュチップスを揚げた後に出る俳油が、バイオディーゼル燃料の原料として再利用されている。19世紀中頃のイギリスでは、すでに魚のフライトポテトチップスが店舗で販売されていた。 魚のフライの販売業はロンドンを発祥としており1840年代の双方では魚のフライをごく普通に購入することができた。ポテトチップスの販売業はランカシャーを中心とする工業地帯で始まったがこれはイギリスにおいてジャガイモを食用にする習慣は北部から広まったことに由来する。二つのフライが フィッシュチップスとして一緒に販売される形態が普及するのは1860年代以降である。これには産業革命により急速に整備された鉄道輸送が寄与しており、ミッドランドディストリクトやリンカンシャーなどの地方からジャガイモと魚が大都市に運ばれることにより食文化として成立することとなった。フィッシュチップスの正確な起源は不明であるが、 ビクトリア長期に多数存在したホットパイショップが発祥だと推測されている。ホットパイショップではパイ以外に魚のフライとチップスも売られていたが次第にパイではなく魚のフライとチップスが中心になったと考えられている。魚のフライとチップスを提供する店はフィッシュチップスと呼ばれそこで出される料理そのものも店と同じ名前で呼ばれた。 記録に残る限りでは、1860年にロンドンのジョセフ・マリンが開いたフィッシュチップスが最古のものである。フィッシュチップスが普及した背景には、産業革命による技術革新が存在していた。産業革命前は新鮮な生ウを遠方に輸送する手段は存在していなかったが、 鉄道網の整備と蒸気船の登場により、ロンドンなどの大都市に迅速に鮮魚を輸送することが可能となった。また、鮮魚の保存に役立つ冷凍技術が発達し、1880年代に導入されたトロール漁業によって、多量の魚を取ることが可能となった。産業革命期の労働者は、安価ですぐに食べられ、さらに腹持ちの良い食事を求めており、 イギリスの工業化の進行とともに、魚のフライとチップスの組み合わせは、労働者の食事の主体として普及した。ロンドンのフィッシュチップスの店20世紀の初頭、ロンドンには約1200件のフィッシュチップスが存在していた。フィッシュチップスは庶民にとっての最初の外食産業であり、1930年代になると、 中流階級もフィッシュチップスを利用するようになる。井戸端会議の集会場、若者の溜まり場として、フィッシュチップスは、都会の労働者階級の社交場としての地位を、確立する。パブの衰退と、同時期に、パブよりも健全な溜まり場である、フィッシュチップスの台頭が始まる。1913年には、英国フィッシュチップス連盟が設立され、 フィッシュチップスの売り込みと調理法の教育が提供された。第二次世界大戦下のイギリスで配給制が取られた時、数少ない配給食料の一つがフィッシュチップスであった。戦後もフィッシュチップスは安価なファストフードとして一定の人気を維持している。1970年代のロンドンにはフィッシュチップスの店が多く現れ、街中に 屋台が立ち並んでいた。70年代の初頭には夕方になると新聞紙に包まれたフィッシュチップスを手に労働者たちが帰宅する光景が見られた。また、70年代から80年代のロンドンでは地下鉄やバスの乗務員として多く雇用されたカリブ系黒人女性が夕食にフィッシュチップスを持ち帰る姿がしばしば見られた。現在、 外資系のファーストフードチェーンに押され、屋台の数は減少している。フィッシュチップスを販売している店は、チッピーと呼ばれ、イギリス各地に多数の店舗が存在する。また、発祥地のイギリスではシャレを効かせて、ザ・バッター・プレイス、エーソルト・アンド・バッテリー、ザ・コッド・ファーザー、ザ・フィッシュ・プレイスなどの名前で呼ばれることもある。イギリス、アイルランド、オーストラリア、 ニュージーランド、北、アメリカでは、フィッシュチップスは、通常独立した店舗において、テイクアウェイ方式で販売されている。店舗の営業規模は、ごく小規模の自営業者から、チェーンストアに至るまで幅広く、地方の市場の多くで経営される、地元資本のシーフードレストランでもポピュラーな料理となっている。 また、臨時的な店舗として、移動販売の形態を取るチップバンズが存在する。最も優れた、フィッシュチップスの店を選出するコンクールが多く、存在し、コンクールで入賞することは、大衆文化における一種のステータスとなっている。マッシーピーとタルタルソースを添えたフ、フィッシュチップスフィッシュチップスを持ち帰る場合、フライは白紙で包まれ、 白紙の外側に油分を吸収する新聞紙が巻かれた状態で提供される。あるいは塩水状に丸められた新聞紙瓦藩紙に入れられて渡されることも多かった。包装紙に包まれたフィッシュチップスを渡された客は歩きながら、あるいはどこかに腰掛けてフライを指でつまんで食べるのが一般的である。パブや椅子とテーブルが置かれた フィッシュチップスの店では皿に乗せて供される。イギリスでは伝統的にフィッシュチップスには酢と塩をかけて食べる。酢はモルトビネガーやオニオンビネガーが使用され醸造されていない安価な調味料がかけられることもある。付け合わせにはマッシーピーが一般的でありテーブルが置かれたフィッシュチップスの店とパブでは通常料理と一緒に 輪切りのレモン、酢と塩とソース類が出され、客は好みで味付けができる。アイルランド、ウェールズ、イングランド北部では、多くのテイクアウェイ店では、グレービーソース、カレーソースなどのソースや、マッシーピーがトッピングとして用意され、これらのソースは通常フライの上に直接かけられた状態で提供される。オーストラリアとニュージーランドでは、しばしば、 フィッシュチップスを客に渡す前にシーズンドソルトが振りかけられる。これらの国ではトマトソースとタルタルソースが一般的なトッピングであり小さなプラスチック製の容器に入れられた状態で売られている。またフィッシュチップスを店内で食べる場合でも持ち帰る場合のいずれにおいてもレモンの輪切りが添えられる。カナダではイギリスでの伝統にのっとって フィッシュチップスと一緒に酢と塩が用意されることもあるが、多くのレストランでは皿に盛られたフィッシュチップスと一緒にくし切りにされたレモンとタルタルソースが用意される。アメリカの場合、モルトビネガーが出されることもあるが、ほとんどのレストランでトッピングとして提供されるのはタルタルソース、ケチャップなどのソース類とコールスローである。オークニーショとストロムネスの、 フィッシュチップス。白い紙の上に新聞紙で包まれている。かつては新聞紙に包んで客に出すのが半ば常識になっていたが、今日では衛生面の問題で新聞紙を包装に使用することは禁止されている。新聞紙の印刷に使用されるインクに含まれる鉛の中毒性が指摘されたためであるが、印刷業者は現在新聞の印刷に使用されるインクに 健康上の害はないと述べている。禁止された新聞紙の代用としては、新聞紙の柄を印刷した用紙を用いることが多い。また、イギリスの都市伝説として、タイムズよりもザサンで包んだ方が、フライが美味になるという俗説も存在する。オーストラリアやニュージーランドでもフィッシュジップスの販売は一般的な事業であり、家境をはじめとする。 アジア系移民の主要な働き口となっている。オーストラリアやニュージーランドでは、外で夕食を済ませるという言葉は、フィッシュチップスの店に行くか、あるいはパイカートを利用することを意味する。1960年代から、フィッシュチップスの店は、アメリカ式のファーストフード店との競合にさらされ、持ち帰り用のメニューに、中華料理などの別の料理を加える努力が、 行われている。フィッシュチップスの原料である大西洋北東部、北海のタラはイギリスをはじめとするヨーロッパの国々の乱獲により2000年前後には枯渇寸前になっており、回復が試みられている。2003年度は EU 水産担当省会議により、北海のタラの漁獲量を前年度より45%削減し、漁船団の出航日を 月15日以内に制限する取り決めがされた。2012年5月、イギリスのチャールズ皇太子が、スコットランドで開催された、世界水産学会議に出席。公演の中で、ゴードンストーン校に通っていた、学生時代、フィッシュチップスを買って食べたことを引き合いに出しつつ、今後も伝統食を守ることができる、要持続可能な漁業の重要性を訴えた。 ありがとうございます。